嬉しい。なだのだよ。なだくんのだよ。うざちゃん。よかったね。よかったね。感染者数が増えたというのはこの状況をどのように受け取っていますか。あら、これなんだ。まあ、確かに、ウサギだって。ちょっと持ってかないで。ウサギだろ。ウサギだろ。ウサギいっぱいいるからね。はい。それはもう、例外の中ですね、多分沖縄もそうですし、おい、ウサギだろ。その他の地域もですね、まあ、かなり増えていくことがありますので、遊んだらいかん。だから大丈夫ということはもうないんだろうと。あ、そう。
持ってかない。医療の逼迫というのが問題になってきますが、持ってかないで、持ってかないで。事案ということで、情報をお伝えしていますけれども、ほらほらほら、古いのあげるから。搬送先が決まらない。古いのあげるから。この救急搬送困難事案が全こいつ新しいの持ってきやがった。同じじゃん。なら、これ増えている。でこの。ここまでは国際医療福祉大学成田病院の松本達也先生とのお話を進めてまいりました。松本先生、ありがとうございました。女子 200m 個人メドレーで大橋悠依選手が金メダル、史上初の2冠を達成しました。毎度おなじみ元気の家と大橋悠依選手、今日は奥行きがスペシャル。する東大かぐり岬、断熱を避けて見て食べて楽団長。この大きな洗剤すぐなくなりますね。すぐなくなるのよね。ナノックスならこれ1本で約2倍長く使えます。2倍中身が濃いから長く使っちゃう。ナノックス、見た目じゃないのよ洗剤は。ナノックス発電の映像需要を解放して世間を驚かせたトライが、この夏オンライン夏期講習を無料にします。全350回の授業を生配信、さらに授業料も2ヶ月分無料に。これも最高。毎月28日は健康系の鳥の日、シルエットの白髪、ポップの日、じゃんじゃん食べてますよ。鳥の日マック月に一度だけ。今日はケンタッキーにしない？平安に。また気になる目の原因は目の炎症。深刻性の生薬由来成分が効く。すっきり気になる目のロボ深刻性。1個取られちゃった新品。Thank you.